はい。2024年9月26日です。えー、っと、ネタがないですね。えー、なんか、石破さんが解散の話したのも話してもいいんだけど、まだちょっと動静がつかめないので、なんか、ああ、や、そういうのやるんだ、みたいな感じでしかないし、思ったほど株価下がらなかったし、えー、でもう締め切りが迫ってるんで、えー、もうほんと雑な動画撮りたいと思います。えー、っと、 あの、いただけ女子リリちゃんが、あの、なんか最新で半年、あの、ケーキが縮まった話についてお話したいと思いますけど、まあなんかその、こう、女性に対して、その、なんか、ひどいみたいな、なんかよくわかんない、あの、論調が SNS で目立ちますけど、えー、まあそう、男に騙されて、ね、あの、1億5千万、あの、さらにおじさんたち騙して引っ張って、えー、ケーキが、えー8、8年半かな え7年半かな、うん、で、なんだっけ、その同じ時期ぐらいにあの小学生をそのずっと強姦してた、えー、小学校の教師が、えー、懲役6年だったのかな執行猶予ついたんだったっけなんか、まあ、そんなんだったんで、えー、ケーキが甘い甘いというか女性たち厳しいんじゃないかって話をしてましたけど、あのーまあ、そういうことをやるからあの女性って知能低いなって言われるわけで本当にそういう発言やめた方がいいと思います。まあ ね、そういう発言する女性が知能低いだけで、別に女性が知能低いわけじゃないというのは私はわかってますけど、そうじゃない低知能な人がたくさんいるんで、そういう発言はやめた方がいいと思います。そもそも詐欺事件と強姦事件、全く話が別の話なんで、それについて同じように裁けっていうのはもう本当に知能が低いことだと思ってます。ただ、本当にその小学生が強姦されて、教師が罰せられるということに関して、え、刑が 緩いんじゃないか、甘いんじゃないかなっていうのはつ、強く思ってます。なんだったら倍ぐらい懲役してもいいし、で、なんだったら死刑でもいいと思うし、ただなんだろう、その、えー、強姦関皇派みたいな感じで、その、フェミニストに捉えられてる男性人は、えー、その性犯罪が、えー、刑が厳しくなると、えー、みんな性犯罪した後に殺しちゃうから、えー、良くないんだよ、みたいな話を、え、してて、まあ、それもまあ一理あるのかなと思いつつ、まあなんか、本当に、そういう、 人の権利とか人の権限とか、えー、人のも気持ちとか人の心とかを、えー、踏みにじれる人たちっていうのは、えー、本当にしょうもないんだなーっていうふうに、えー、強く思う次第でございます。で、まあ、結局まあ何が言いたいかっていうと、まあ、リ,リちゃんが半年短くなったけど、えー、1億5000万円だっけなんか取られた人たちの人生戻ってこないし、あのー、その、教師教師という立場でありながら、その立場を利用して、 えー、生徒を何年間も強姦し続けて、えー、たった6年しか食らわないのも本当理不尽だと思うので、なんかちょっと、その、おそらく、もう、その、法律が、もう、古くなってきてるんじゃないかなと。あうその、本当にもっと見るべきところを、なんかちゃんとだから司法が機能してるんですよ。法に則っ,って裁かれて、法に則っ,って、えー、判決が下されてると思うんだけど、えー、そろそろまあ、この時代のいろんな動きとか、そういったものがか、時代の、えー、 え、社会の行動が変わってきたんで、え、また法律見直さなきゃいけないのかなっていうところも感じます。で、あの、ね、例えばその子供がね、すごく権利踏みにじられてると思うんですよ。その小学生がまあそうやってされて、え、高校生ぐらいまでずっとそういうふうに蹂躙されてたわけですけど、それをやった大人、まあ確かに社会的な制裁を受けてますね。え、仕事クビになるだろうし、家族も離散するだろうし、ただそれはやったやつが悪いんで、自業自得だと思うし、 で、あのー、この間、結構前かもしれないけど、ずっと虐待され続けてた、えー、女性が母親を殺害して、えー、懲役10年ってなったっていう話を、えー、してましたけど、それもね、ひどい話ですよね。その親は罰せられないのかっていう話だし、あとはその子供を育てる育児に疲れた、えー、虐待親が子供を殺害して執行猶をついた事件もありましたし、その、 法の方をその社会の構造にあったように、これから変えていくような議論をしていかないと、なんか本当に理不尽に苦しむ人、理不尽に傷つく人が増えていくんじゃないかなと、そう思っております。本日もご視聴ありがとうございました。